僕結構トレーニング中のおならが出るんですよ。半端ないおならが出るんですよ。レッグカールでおなら出やすいんですよ。動き的にね、もうジム中に響き渡るぐらいのブレーって出て、もうそっからですねレッグカールできなくなっちゃったんですよ。トラウマになっちゃって今でもちょっとあります、ね、なんでできるだけレッグカールやるときは後ろに人がいない時、あと女性がいない時にチャンスとって言ってます、ね、あとアブローラーですね。あれ僕結構強いんですよ。瞬間にバリ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 って言い訳聞かないぐらいの、その時はどうするんですか。でもちょっと平然の予想、何もなかったかもしれませんけど、どう見てももう何かありましたからね。言い訳聞かないレベルの音なんで。